ですいません。ちょっとね、まあ、何から話そうかって、はい、ちょっと思ってるんですけど、あのー、えー、っと、動画がバズりました。はい。ほいでね、まあ、まあ、いろいろ言いたいことあって、まあ、チャンネル登録、とりあえず10人達成しました。はい。<laughs> ということでね、まあ、 まあ、自分的にもね、結構時間かかったな、っていうね、うん、感じですね、うん。よくよく考えたら、えっ、ー、と、1年2ヶ月、うん、YouTube やってて、ほいで、まあ、あの、1年経った時点でチャンネル登録が、えっ、ー、と、9人やったっけな、うん。つい最近まで、昨日まで9人だったんでね、ほいで、ほ、う、い、ん、で、まあ、あの、 なかなか、まあ厳しい世界やなって、うん、思ってて、うん。まあの、どうかな、このまま、まあ僕も、低平ユーチューバーとして、まあ低平ユーチューバーよりさらに下のね、あの、レベルにね、いたっていうことでね、うん、あのー、うん、そこのまま消えていくんかなみたいな感じでおったんですけどね、うーんとね、あのー、なんかね、その、まあ僕はちょっと知らないんですけど、そのエボラ、 さんっていうね、あの、結構ね、有名なユーチューバーの方がいらっしゃって、その方が、えっと、僕が、あの、パプリカっていう、風鈴の、あの、ヨネズさんが、あの、うん、あの、作った曲で、パプリカっていう曲があるんですけど、それをね、あの、僕が、うん、あの、超近いね、あの、アングルでね、歌ってる動画が、あの、あってね、それをね、あの、取り扱ってくれてね、うん、 あの、まあ、あの、それでね、あの、あの、結構その動画の再生回数が、うん、伸びてね、500とかいったんじゃないですかね、うん。まあ、まだまだ、うん、少ないレベルなんで、ほいで、ま、あ今の時点でチャンネル登録もね、14人とね、うん、あの、1日で、うん、5、5、6人増えたっていうね、うん、まあ、そういう、ま、あ嬉しい結果やな、っていうね、うん。 まあ今まで、ね、あの、そういうことがなかったんでね、一、うん、回目バズったことがなかったんで、まず、あの、コメント自体ね、あの、来ることがね、二ヶ月に一遍とかね、そんなぐらいのレベルだったんでね、うん、初めて、じゃあ初めてのことなんでね、まあ、結構ね、あの、まあ、あの、コメント欄見た感じだったらね、やっぱりね、YouTube ってね、若い子が多いなっていうね、そういうね、イメージだったんですけど、やっぱり若い子が多いですよね、うん、まあ単純に、まあ、顔が気性いって、 気所があって気所いっていうね、あのー、コメントがね、まあ多かったんですけどね、まあ、そ、そりゃまあ、あのー、まあ気所いで、まあ打ってる部分もあるんでね、自分自身ね、うん。まあそれをわざわざそんな言葉に出す出して言うことでもないかなと僕は思うんですけどね、はい。ほんとね、まあね、うん、まあ頑張ってくださいとか、まあ素直に嬉しいっすね、そういうコメントとか、うん。まあね、うん。 まあ、まあ別に落ち込んだとかそういうのじゃないですけどね、ほ、ま、い、あ、であと動画のバット評価、うん、バット評価ちょっと、おい、ほら、キッズ、キッズたち、ちょっとね、あのー、バット評価つけすぎや、うんあのー、そんなにつけんでいいからよ、うんあのー、ちょっとそこはよ、穏、あのー、便に済ませてくれよ、うんあのー、バット評価とか、もなんもそんなに押さんといてくれよ。うん まあね、でもね、多分ね、あのね、思うんですけどね、多分見てるのって言ったらね、あの、うん、僕のね、予想だったらね、多分男がね、ほとんどだと思うんですよね、うん。まあね、女性はね、ほとんどね、あの、僕の動画を見ないんでね、うん。 まあね、コメント欄とかね、いろいろね、あの、見て、今はまあ、ちょっとね、あの、携帯電話、今、あの、これをね、あの、携帯電話でね、撮ったりするんですよね、動画自体をね。なんか知らんけど、その、あの、ビデオカメラがね、ちょっと様子がね、おかしくなってね、うん。まあね、そういうことでね、まあ、あの、あの、また、改めてまたこのことに関してね、あの、動画で撮っていきたいと思うんで、今、急なことでね、ちょっとびっくりしてね、あの、動画、うん、あの、撮ったね、 とそ,それでね、あのね、僕ね、あの、その、なんでこんなに、あの、チャンネル登録増えたんかなーってね、あの、思ってね、最初はね、ちょっとパニックっててね、あの、何のことかなーって思ってたらね、やっぱりね、あの、その、うん。 あの、有名なユーチューバーさんがね、うん、取り扱ってくれたっていうね、うんまあ、ちょっと自分自身も今頭がね、あの混乱してる感じなんでね、うん、あの日を改めてね、またこういう感じのね、動画をね、出していきたいと思います。えー、っと、ここまで見てくれてありがとうございます。以上、ごはけんでした。